ちは、みわたびで YouTube をやっているみわです。最近ですね、ちょっといろいろありまして、で今後のことを含めてちょっとこんな感じで動画残しておこうかなと思って、今動画をこうやって撮っております。今、私出かけてからだいたい1ヶ月ちょっとぐらい経ちまして、で今後の予定についてとか、ちょっと最近いろいろあったこととかをなかなかこんな感じで残していなかったので、なのでそれでね残しそうかなと思っています。で、ちょっと最近いろいろ1ヶ月ぐらい出かけて、でこれから予定とかも含めてどうしようかなっていう感じだったんですけれど、ちょっと気持ち的なところとかもいろいろありまして、でそれでね、ちょっと試して見ようかなと思ってやっております。でちょっと今後のことについてなんですけれど、1ヶ月ぐらい経ってちょっとこれからなんかちょっと最近いろいろありまして、でも最近いろいろあったっていうのは、私バングラデシュのダッカからコルカタに着いて、でコルカタからバラナシに行って、バラナシからアグラ行って、アグラからジャイプールに来ていたんですね。でジャイプールに行ったのは、ブロックプリントっていう有名な木版を使って布のデザインがされてるやつがあるんですけれど、それを買い付けに行こうと思って、ジャイプール行ったんですけれど、なんか行ったところで、なんかまずバザールに行ってみたんですね。でバザール行ったんですけど、なんかすごく人の質と物の質と、あんまりなんか全然なんか自分がいいなって思ったものが全くなくって、で本当はその後工場の方にちょっと見に行ってとか、結構ツアーとかであるんでできるんで、それで行こうかなと思ったんですけれど、でも なんかちょっとジャイプールのホステルで、なんか人生で初めてなんか盗難、なんか物がなくなって、でもなくなったものはユニクロ のウルトラライトダウンっていう、結構使ってたんですよ。寒いとことか、やっぱ冷房効いてる部屋だとめっちゃ寒いので、そういう時に着て寝たりとかなんか使ってたんですけれど、なんかそれがベッドの上に置いといたら、なんか数時間後になくなってて、であともう一個私がいつも使ってた化粧品のチークですねまあなんかチークかよって思うかもしれないんですけど、私にとってはめっちゃ必須な、もうアイテム、なんか必須なもので、でなんか値段もそんな安くないんですよ。なんか3,500〜4,000はしないですけどぐらいとかして、でウルトラライトダウンもね6,000ぐらいとかするじゃないですか。だからなんかちょっとそれがなんか泊まってたブルーベッツホステルっていうとこだったんですけど、もう女子ドミトリーに泊まってたんですけど、そこへなくなって、なんかもう結構なんか気持ち的になんかもう最悪ってすごい思ってて、でなんか私なんで最初なんか盗まれたか、なんかなくしたんじゃなくて盗まれたのかって言ったのかは、私あんまそういう疑うのとか好きじゃないんですけど、でも同じその女子ドミトリーに泊まってたなんか女の人もなんか1週間ぐらい泊まってる中で、自分のものが何個かなくなってるらしいんですよ。でだからその子はスタッフの人が盗んだんじゃないかってすごい言っていて、で確かにロッカーのとかも普通は鍵だったりとか、何ですか、自分で設定してダイヤル設定して、で自分以外開けれないようになってるんですけど、でもそこのブルーベッツホステルはホステルの人がなんか暗証番号を
全部分かってるんですよね。だからなんか最初それの時にあれって思えば、まあ、良かったんですけど、でもそんなあの怪しい雰囲気とかももちろん一切ないので、まあ、それもなんかあのあなんか珍しいホステルだなぐらいに思ってたんですけどっていう感じで、まあ、ちょっと、物がなくなってあのすごくショックで、もう本当最悪なホステルだったと思うんですけど、まあ、でも、結構パソコンとか、なくなる盗難とかに遭う人とかも、まあ、聞いたりするんで、まあ、私はそれぐらいでなんか初回良かったのかなと、まあ、思ったりもしつつ、まあ、でもやっぱショックですよねっていう感じで、まあ、とりあえずそういうことがありまして、でも早くもなんかあの気持ち的に日本帰りたいなとかっていう風になっていたんですよ。でも、まあ、あの言って私あのダッカから、コルカタに来るときアライバルビザを取得していて、でそのアライバルビザを空港で取るときはあの次の出国先の飛行機の予約がないとアライバルビザが通らないようになってて入国できないんですね、インドに。でそれもそれがあってあの1ヶ月後ちょうどアライバルビザはあの30日間の滞在した後に1回外に出ないといけないっていう決まりになってるので、なんでその30日後にネパールのカトマンズ行きの飛行機を取っているんですよ。なので、まあ、ちょっとそれがあるからあの帰るに帰れないなみたいな、まあ、でもネパールでは買い付けをあのしたいなと思ってあのカトマンズだけは行こうと思ってたので、なんでまあそれ値段も8000ぐらい8800円とかだったからまあいいかなと思って、でまあそれで行くんで、まだ2週間ちょっとねこのインドに滞在してるんですけれど、でそれであの、まあ、そのネパールだからその2週間後7月16日に行って、でそれでまあ1週間ちょっとくらいして帰ってきて、でそれでまあ私一応のパキスタンのビザをあの取ったので、このあとまあパキスタン行くかなっていう感じなんですけれど、まあ、なんかちょっと私インドのビザの問題もいろいろありまして、でまあ、インドのビザの問題何なんだよっていうところはちょっと私実はインドのビザ今2つ持ってて、アライバルビザ、アライバルで取った空港で取ったアライバルビザと、あともう一個バングラデシュで取っていた E ビザが2つ私あるんですね。で私ダッカからコルカタに行こうとした時にアライバルビザで取ったって言ったんですけど、それは何でかっていうと私 E ビザを申請したのがやつが最後まで申請通らなかったと思ってたんですよ。だからでその理由はまたややこしいんですけれど、なんかインドのビザをオンラインで申請するとき、なんか正規だと25ドルなんですけど、なんか偽サイトでなんか125ドルぐらいの請求がなんかされるなんか偽サイトと2つありまして、で私バングラのダッカで申請をした時、最初に申請をなんかサイトをなんか使った時はそのなんか125ドルのなんか偽物のサイトの方でいろいろ登録をしてしまっていて、で決済の手前のところであれ請求125ドルっておかしいよなっていうのに気づいて、でそれでそれでは決済しないで、で正規のやつで25ドルの方です登録したんですけれど、でもそのなんだ決済の手前の画面まで偽物のサイトでいろいろ情報をやっていたので、なのでそのメールアドレスとか、まあ、個人情報の登録をしちゃっていたんですね。でだからなんかそれで決済画面まで行ったけど、でも請求までしていな請求まで完了していなかったから、だからそこのサイトからあなたのそのオンラインの申請はまだ完全に終わってませんよっていうのをのメールが何回か来ていて、で私そっちを見ちゃってて、なんか私その E ビザ申請決済まで行って申請したけど、結局お金の支払いのところで完了できなかったんだなって思って、
でそれでだから E ビザ取れなかったんだって私思ってたんですよ。でもそしたら後々なんか私実は E ビザ取れてるっていうのがいろいろメールを見返すとなんか分かりまして、でそれでE ビザの申請の時は入国する最初に入国する国っていうのが決まっておりまして、でそれが私そのダッカからだったんでコルカタにしているんですね。でまあ、ネパールから本当は帰るときデリーに帰って、でそれで寝台列車でパキスタンの国境のアムリトサルっていうところに行って、でそれから、まあ、パキスタン行って行こうと思ってたんですね。でそれでなんかアライバルビザ持ってるんだからいいじゃんっていう感じなんですけど、でもアライバルビザだと出入国が1回しかできないっていう決まりがありまして、で私今の状況だとその1回ネパール出て出国します、でネパールから帰ります、でまたパキスタンに行ってっていうところまではアライバルビザでできるんですけれど、そのパキスタンからまたインドに戻ってくるときに戻ってこれなくなっちゃうんですね、アライバルビザだと。なので私はネパールから帰ってくるとき、まあ、コルカタの方まで行って、でそれで E ビザ持ってる E ビザを使って、でそのコルカタから入国して、でそれでコルカタからアムリトサルってもう2時間半ぐらい飛行機かかるので、日本から東京から沖縄ぐらいまで遠いんですね。なのでもうそこは飛行機で、まあ、8000円ぐらいなんで行っちゃって、でそれでE ビザだったら何回でも5年間のうちだったら何回でも出入国ができるんですよ。だからそれで使おうかなという感じで、ちょっといろいろビザの問題がありまして、あとまあちょっとその盗まれたとか、ちょっともうインドもなんかもうしつこいんですよね。最初は良かったんですけど、だんだんなんかもう面倒くさくなってきちゃって、でなんかもうそういうのも含めてちょっともう帰りたいな、もう嫌だなって気持ちだったんですけれど、でもでそうごめんなさい、なんか分かりづらくて、でパキスタンに行った時、パキスタンからどっか行きゃいいじゃんって、飛行機で出国すればいいじゃんっていう感じだと思うんですけれど、パキスタンって全然行くところがなくって、何ですか、そのパキスタンからそのインドに戻ってくるとかっていうのは飛行機なくはないんですけど、でもめっちゃ値段が高いんですよ。パキスタンから行くのはどこも高くって、やっぱどこそのパキスタン行った後一回やっぱデリーに戻ってきて、インド戻ってきて、でそこからやっぱ飛行機でどっか行くとかっていう感じになっちゃうので、なのでまあ、アライバルビザだとそれができないっていうので、まあ、E ビザを使うしかないっていう感じ で E ビザを使うとしてもコルカタからの入国っていうのは決まっちゃってるので、まあ、ネパールからコルカタ行って、でコルカタから、そのアムリトサル行って、でそれでまあパキスタン行ってまたインド戻ってくるっていう方法になるかなと思っています。でね、なんかもう飛行機代もかかるし、ああ嫌だなとか、なんかもう来てんのになんかもうそんなことを結構思っちゃっていて、ですごいなんか気持ちが乗り気入れなかったんですけど、でもまあそのコルそのネパールのカトマンズからデリーだと1万2000円ぐらいかかるんですけど、まあ、そのネパールのカトマンズからコルカタも1万4000円ぐらい でそれでコルカタからアムリトサルも8000円ぐらいだったので、まあ言うてね1万円ぐらいしか変わんないから、で本当もう嫌だからパキスタンも行かないで帰ろうかなってちょっと思ってたんですけど、まあでもそこはまあ、そこでちょっと頑張って、まあ、パキスタン、私ジブリの風の谷のナウシカが大好きなので、ちょっとその景色をね一回やっぱ見てみたいなっていうのはずっと前からあったので、なんでそこは行って、でそれでパキスタンはフンザっていうところですね、そこには行って、でそれで、まあ、またインドの方にね国境を越えて帰ってきて、でそれで一回日本に帰ろうかなと思います。
この動画が出るときはいつなのかなっていう感じなんですけれど、まあなんかもともとこうやって YouTube を出しながらやるっていうことで、なんか結構 YouTube をその夫婦で世界一周してますとか、カップルで世界一周してますとか、結構やっぱそういう人の動画を私行く前見てたんですけど、なんか私もともとはそんな中の世界一周がしたいとかっていうことではなくって、まあ、自分がやりたいなと思ったのは、まあ、その海外の旅のリアルみたいなものを通して、まあ、動画を出したいなっていうことと、あとは買い付けをしてまた自分でお金を稼ぎたいなっていうこの2つがありまして、でなんでそのなんかで行きたい場所はもちろんいっぱいあるんですけど、でもなんか世界一周したいかと言われるとなんか別にそれはあんまなくって、 でもまあやっぱ中央アジアとか、まあ、せっかくここまで来てますし、中央アジアとかやっぱ近いから、で東の方行ったりとか中東行ったりとか、それこそアフリカでバオバブの木を見たいなとか、ヨーロッパ、前回22歳の時出かけた時はイギリスから、ボリビアに行きまして、でなんかヨーロッパから南米に行くっていうのは結構なんかすごい自分の中では記憶に何か残っていて、でまたしたいななんていうちょっと気持ちもあったので、まあなんか一周するかもみたいな、まあ、ことを言っていたんですけれど、まあでもちょっと今いろいろ考えて、なんか私は本当に中央アジアとかその東欧とかも行ってはみたいですけど、でもそれよりもなんか動画のちょっと今動画の編集がねこの7月の段階全然できてないので、なんかそれを一回やったり、あとブログ情報とかも帰ってまとめたり、あとそのラオスと、まあ、これからネパール行くんですけど、そこで買い付けしたものの販売とかそういうのをやってみたいなっていう方が、まあなんか優先事項として高いなって思ったのと、あと西からこう回ってじゃあアフリカボリビア行ってとかって南米行ってとかってなると、なんかやってはみたいことだけれど、私それよりもアルパカを日本で売りたいんですよ。だから南米の方に行ってそういうのを買い付けして、でそれであと旅もしたいですね、南米は。でそれで行きたいっていう方がなんかいろいろなんかどうかなって思った時に大きかったので、なのでとりあえず、パキスタンが終わったら日本に帰ろうかなと思います。で多分お盆の前ぐらいになるのかな、お盆なんか3週目ぐらいが良かったんですけど、3週目ちょうどお盆の時だから値段がめっちゃ飛行機高くって、なんでまあそのお盆が終わってから帰るかお盆の前に帰るかなんですけど、まあネパール7月16日から7月25日までかな、10日間くらいいて、でそれの後にインド戻ってきて、でそれでなんだインド戻ってきて、でそれでコルカタからアムリトサル27日に行って、でそれ27日ですよね。で3日間ぐらいアムリトサルいて、でそれで7月30日からパキスタンのビザの入国が有効になるので、なのでそれで7月30日からパキスタンの方に行って、でそれでまあ、10日間ぐらいとかですかね多分、でフンザっていうところに、行って過ごしたいなと思っています。はい。でそのパキスタンのフンザっていうところはインドのアムリトサルっていうところから我がの国境を越えることができまして、国境を越えて、でそこからラホールっていう町にバスで行けるんですね。なんで、まあ、日中の移動でそのラホールまで行って、でその日はラホールに泊まって、で次の日の朝にラホールからイスラマバードのちょっと下ぐらいかなんか場所町がありまして、でそこの方に移動して、
でそれで、っていう感じで、またバスでフンザの方に行くっていうのを考えていますので、なんでまあそれを含めて、まあ、8月のお盆前ぐらいに帰れればな。まあ、でもパキスタンどれぐらいいるかは正直全く未知の国なんでわからないので、まあ、よかったらもしかしたらもうちょっといてゴールデンお盆明けになるかもしれないですし、ちょっとそれはまだわかりません。まあ、でも私今回こう期限決めないで来てみて思ったのは、私は長期で1年とか2年とかこう旅をしたいとかっていうタイプでは多分まあもともとないなとは思ったんですけど、なんか改めて自分はなんか別にずっとなんか海外にいたいわけじゃないんだなっていうのをすごいまあ感じて、やっぱり日本がいいなっていうか、まあ、食とか交通とか、まあ、いろんな意味含めてインドのなんか日本の方がいいなっていうのはまあまあトータルで言うとあるとは思うんですけど、でもそれよりもなんかやっぱり自分が一緒に住んでる家族かな、やっぱ自分の、なんか自分のやっぱ大切な人がいる場所でに帰りたくなるんですよね。なんかそれがすごくまあ行くと、まあ、感じるなと思っていて、まあ、私やっぱり家に犬がいるんですけど、まあ、犬とまあ親とまあいるんですけど、でまあ親はお母さんの方はちょっといないんで、まあ、お父さんだけなんですけど、なんかやっぱりそうだな、なんか自分の自分の大切な人とやっぱ生きていきたいなっていうのをやっぱすごい思うので、なんでこう、まあ、1年とか2年とか半年とか、まあ、そういうのではまあないなっていうのを今回期限をまあ決めないで自由に出かけるっていう風にしてやってみて気づいたことだったので、なんでそれを1個気づけたのはすごくいいことだったなと思います。でまあ、今まだやりたいことをこういろいろやっていく途中にいるので、なんでやっぱり自分がこう前向きに明るい気持ちでやっぱ生きていける状態でやっぱ日々生きることっていうのはすごく大事だと思っていて、でその時にどういう環境で今いるのがいいのかなとか、なんかそれをやっぱ自分で認識するというか、こう体感しながらこうなんか考えたりとかっていうのは、なんか自分にとってすごい大事だなと、まあ、なんか思って、でまあいろいろ行って、まあ、まだネパールとかもまあこれからですし、インドもまだ2週間ちょっとありますし、なんでまあもし余力があったらレーとかラダックっていう北インドですねの方行きたいななんても思っているんですけれど、でもあんまりなんか疲れちゃうようだったら、まあ、デリーでまあゆっくり過ごしたいかなとかね。で本当は北東インド、マニプルとかインパール、ナガランドっていう実はミャンマーとかバングラデシュのもうこっち側にまだインドがありまして、でそこの方にね行ってみたいなとかも思っていたんですけど、ちょっと今友達に聞いたらなんかインパールマニプルの方はなんかちょっと衝突が起きてるみたいで、今はなんか行かない方がいいって言われたので、まあなんか現地のそのなんかマニプル出身の友達なんですけどが言うんだったら、まあ行かない方がいいかなっていう感じで、まあ行けたら多分レイとかの方行くのかな。なんかレイは22歳の時インドに来た時に行ったんですけれど、でもその時シーズンがもう1月の下旬っていうもう最悪な時に私ちょっと行ったので、もう過酷でしかなかったんですけど、でもなんか夏のこのシーズンはすごいレイ綺麗なんですよね。で行ってみたいなーなんていう気持ちが、多少あるっていう感じです。でどうなるかわかんないんですけど、まあ、ちょっと気持ち次第で、ね、また考えようかなと思います。
まあ、ちょっといろいろあって1ヶ月ちょっとぐらいですかね、だって疲れ気味みたいな、まあ、ご飯とかもね、なんかご飯も、ね、なんか全然頭の栄養にならないよう なんかご飯ばっかり食べてるんで、なんかちょっと疲れ、なんか頭がちょっと、なんか自分、頭がちょっ と、なんかなんか足りないなみたいな感じでいるんですけど、まあでもそれはその中で順応していくしかないんで、でも私高いものは食べないんで、だって高いものっていうか、まあだから現地価格だと50ルピーとか100ルピーとかで、レストラン行っても200ルピーぐらい、250ルピーとかかなぐらいなんですよ。だからでも場所によってはなんか600ルピーとか700ルピーとか、1000円ぐらいすんじゃん一食みたいな、インドでみたいな、でなんか美味しかったらいいんですけど、なんか結局あんま美味しくないのになんかそのなんか値段払うのはちょっとバカらしいなと思って、でだから私は基本的にインドでは一食、まあ、1個だけ頼んだら180ルピーとか200ルピーとか340円とか、でも340円するんですよとかで、で、まあ、あとなんかもうちょっと食べたら280ルピーとか、だから500円ぐらいですかね。でもそれでも500円するんですよね。いやもう日本で500円なんか言ったらもう普通にもっと美味しいもの食べれるわとか思うと、なんか本当に帰りたいなっていう気持ちが溢れるんですけど、帰れよって感じなんですけど、まあなんでまあそんな感じで生活をしております。まあでも結構この感じで憂鬱な気持ちが何日間かあったんですけど、でもまあパキスタン終わったら帰るっていう風に決めたので、なんでそこに関してはね、やっぱ次の決まり、決もゴールじゃないけどが見えると、じゃあそれまでどうやってしようかなっていう風に気持ちをね思えるから、だからインド2週間あとどうしようかなとかで、ネパールでは10日間どうしようかなっていう風になんか考えられるので、まあ、自分としては期限を決めるっていうのはすごいやっぱりその期限があることで、その前をどうやって日々生活何をしようとかっていう風に決められるから、まあ、そういう意味では中途半端にダラダラ中央アジアとか行くよりも、まあ、一回帰るっていう方がまあいいなっていうのを、ね思いました、はい。ということで、最近の近況についてお話をしましたが、まあね、こういうのを残すっていうのもまあ、動画のそのなんか出かけてる動画だけではわからないところがやっぱり結構気持ちとかも大事だなと思うので、なんでそれをねこう今こうスタンドを立てながら喋ってても本当違和感しかないんですけれど、まあでもまあ、こういうのも第一個の新しい、まあ、挑戦というと大げさですけど、もともと動画をこう撮ってなんかアップするようなタイプでもないのにこんなことやってるっていうので、まあまあ、あれなんですけど、まあでも一個やっぱ自分でやってみないとなんか何が良くて何が良くなかったとかも分かんないですし、まあ、その中でそのうちの一個として、まあ、動画できて、まあ、よかったんじゃないかなと思います。で今日は、気を取り直してインドのデリーにある映画館に、ちょっと行って、リトルマーメイドのなんか3、なぜか 3D バージョンなんですけどを見に行きたいなと思っております。でなんかインド映画館が安くって400ルピー、なんか600円、そう700円とかで見れるんですよ。で日本だとねなんか 3D とかだとまた高いじゃないですか。だからねまあ、ちょっと電車でその前にちょっとお昼、まあ、ピザハットとか行こうかな。なんかピザハット昨日食べたんですけどめっちゃ美味しくってもう私はローカルフードなんかよりもやっぱそういうちゃんとクオリティが担保されてるものの方がやっぱいいなっていうのを、ね、大変痛感した昨日の食事ではあったんですけど、まあ、なのでここから
その駅の前にあのフードコートみたいなのがあって、で、まあ、ピザハットとあともう一個ローカルレストランが入ってるんですけど、でピザハットであのご飯食べて、でピザハットもなんかあのこんぐらいの一人用サイズがありまして、でそれがあの150ルピーかな、だから240円とかかな、250円ぐらいで、であのあったかいしめっちゃ美味しいし、もうそっちの方が私いいんで、まあ、それをお昼に食べて、でその後そのモールの方に行って、で3時から始まる映画をね、見て気持ちをね、ちょっと楽しい感じにしたいなと思っています。ショッピングモールなので、盗まれたこのチークとかはちょっとあったら、まあ、買おうかな、まあ、でもいらないけど、まあ、どうしようみたいな。あとなんかユニクロもあるので、まあ、ちょっとどうしようかな。まあね、ダウンコートはあるんですけど、そのなんか世界回るとしたらやっぱ標高が大高いとこってすごい夏場でも寒い、なんか昼は暑いけど夏め夜めっちゃ寒いとか結構、ま、場所によってあるので、ダウンコートに持ってきたんですけど、まあでもね、ダウンコート着て寝るとかはあれですし、やっぱウルトラライトダウンがなくなったのがショックですね。まあでもそんなこと言ってもしょうがないんで、まあ、ちょっといろいろ見て行きたいなと思います。じゃあこんな感じの動画ですが、見ていただいた皆様本当にどうもありがとうございました。なんか旅の中でいろいろ問題がやっぱね、まあ、自分のせいだったりとかするんですけど、まあ、ありまして、まあ、そういうのを含めてそこでの大変ななんかこととか憂鬱なこと含めて、まあなんか旅だなっていうとあれですけど、まあ、旅とか言ってるとなんかちょっと自分でも嫌だなとか思うんですけどかなと思うので、ね、まあなんかこんな感じに残して良かったかなと思います。じゃあというわけで、動画は終わりになります。聞いてくださった皆様本当にどうもありがとうございました。